皆様こんにちは。バイマバイヤーノアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日こちらのプラダウォモのメンズウォレットをご紹介したいと思います。まず最初にこのミニタイプのお財布なんですが、サフィアーノを使った定番のねお財布になります。毎年ここのバイカラーの分のお色が変わって販売されるんですが、こちらはブラックネロに、パパヤ、オレンジですね、にシルバーのロゴがここにプラダっていうふうに売ってあります。この三角ロゴのところが目印です。中はコインケースのついてない、シンプルタイプで薄型のねタイプになります。でこちらのミニサイズの方のお色っていうのはネロとこのパパージャとネロとこの部分がイエローのソレイル、あとネロとタルコ白い、白っぽい感じのオフホワイトのものと、あとブルエッテって全部がここもあの2色ともブルエッテってブルエッテのみのものと、あとブラックのみのものとブラックとここがグレーのものというふうに6色の展開がございます。で実はこのスモールタイプと今日は2つご紹介させていただくんですが、こちらのねドキュメントケースもねサフィアの定番人気アイテムでございます。ちょっとねあのこのバイカラーのものとはちょっとこのロゴの部分が三角ロゴと普通のノーマルロゴで違うんですが、こちらも人気でねバイカラーに中がなってるタイプでご紹介したいと思います。これ中開けますとこういうふうになんとすごく大きい、ドキュメントケースホルダーとカードケース、またここのポケットもねこういうふうに広くかなり取ってあります。開くとこういう感じですすごく大きめの、もうクラッチバッグ、ミニクラッチバッグって言ってもいいぐらいの大きさなんですが、前にねあの2つお色ご紹介させていただきましたが、今回はこれもネロとパパイヤ、なんかこちらのミニタイプと同じお色だったんですけど、偶然2つあの同じお色の注文をいただきましたので、今回ね一緒にご紹介させていただきます。これもサフィアノなんですが、サフィアノクイールっていうちょっと比べてみていただくと分かるんですが、こっちがサフィアノで細かい粒々なんですね。でクイールの方がちょっとこのプツプツが大きくなってます。これがねクイールとサフィアノの違いですね。ファスナーで開閉ができました。厚みも結構ありますし、大きさもねこういう感じですので、かなり男性の方にいろいろねお仕事で使っていただくにはいいかなっていう大きさです。でこちらの方もお色展開いろいろあります。ネロだけのもの、中もブラックとネロと中がレッド、フォーコのもの、中が、チェリーレッドのもの、あとバルティコっていうブルー系と中がブルエッテっていう違うトーンのブルーで組み合わせるものと、全体がグレーと中がブルエッテブルーですね、あとバルティコのみのものっていうふうにやっぱり6色展開になってます。毎年色も変わって本当にあのたくさん展開が、ね、あってね、あの見るのも楽しいんですけれども、あと少しこのロゴの形が違ったりですとか、ロゴがないものでしたりとか、このロゴも三角がなくてただロゴだけついてるものですとか、プラダはすごくあの販売の展開がね、デザインの展開がいっぱいありますので、いろいろねお好きなものをね見つけていただけるんではないでしょうか。本日はプラダウォモのメンズウォレット2点ご紹介いたしました。それではまた。